항상처음은설레이지너보러가는길도마치구름위지너에게하고싶은말을생각하다가나이렇게나가바보라는것을알게되었어참바보같이머리부터발끝까지콩깍지가쓰여는커피를들고햇볕아래서나기다리다내마음이녹은것같아 Let's go out in the sun 느낌이왔어이리듬에맡겨발걸음에맞춰 Fly with the wind 이분위기를타고날아가지못한곳을데려가줘 Time after time 사랑을몰라말들이너무많아우리걱정은나나는널보며지금말해이제조금느낄수있어 Yeah Alright プチダイエット中の最近ハマっているお菓子の紹介です。まず一つ目はこのマクロビハっていうクッキーです。これは最近というか前から好きなんですけど、特に原材料がシンプルで余計な添加物が入っていないっていうのがお気に入りポイントで、結構スーパーとか行くとこう商品のパッケージの裏見て添加物が気になっちゃって結局何もお菓子買えないなんて時もあるんですけど、これは安心して食べられるので、まあ、クッキーとかどうしても食べたいなっていう時にこれを買って食べています。すごいね、ドライフルーツの酸味が効いてザクザク感もあって美味しいです。もう一つは明治チョコレート効果のカカオ 86% のチョコレートです。これはハイカカオなので体の酸化を防いでくれるポリフェノールがたっぷり入っているっていうのと、チョコレートの苦味成分が気持ちを落ち着けてくれるセロトニンの働きを助けてくれる効果があるので、確かに1個食べるだけでも割と満足感があって食べ過ぎを防いでくれる感じはします。そのままでももちろん美味しいんですけど、おすすめはヨーグルトにバナナとこの刻んだチョコレートを混ぜて食べるとデザートっぽくて美味しいです。